こんばんばは暑いですね今日も京都で、とて今日も京都で。とてこんばんはお疲れ様ですなんやかんやなんやかんやなんやかんやで朝が早くてすごく眠たいあと爪が3本折れました えー、悲しい悲しいです名古屋は毎日暑いですマジで雨が降りません名古屋でとりあえず三本で住んでるけど中指が亀裂入ってるのでもう多分 他の指は結構生きてます右手は今のところ健在左手がもう本当にボロボロです長さ出し3つだと3000円くらい結局追加で取られそうですピエンニャ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 ニ いろんな、え、ささくれやばいですかささくれ全然ないよ、今。ここ痛いけど。こっちか、こっち痛いね。ここ、ここが。でも今、中坂の手にしては綺麗です。ほら、親指とか無傷。マジで、中坂はもっとやばい時代を知ってるから、今、全然なんもない。ささくれナイキ。ナイキ。でも、着てるのはアディダス。いや。みんな、こんばんはー。 京都から帰帰宅中は気をつけて帰ってっきてください今日は名古屋グランパス前半2対0で折り返して勝ってたんですけれども後半に3点決められるというもう本当に全然予想にもしてなかった結果です。 い,いねはい、もうほんとに <laughs> 今日赤のれんでおしっこで買ってきてああありがとう嬉しい <laughs> そう赤のれんさんの話はまあネタバレになってしまうのであんまりできないんですけれども今日もすごい楽しい撮影でした今日今日の 今日は、あの、三ゼロで負け、あ、間違えた、三人で負けたこともすごいやばいんですけど。三人で負けたことよりも、次節出場停止になってしまった選手が二人いるっていう現状がやばい。しかも、まあ、ほぼ毎回スタメンで起用されている。あのー、森島司選手と内田拓也選手なので。あの、本当に笑えないですね。 そうなの赤のれんさんの撮影は超楽しいよもう最近なんか初回とかめっちゃガチガチだったんだけどもう今はウェイウェイみたいな感じですそうこの T シャツ可愛いんですキティさんなの <laughs> こんばんは 厳しい状況です本当にあのー、まあ何ていうんですかオフ明け1試合目だったのでこう、まあ、勝てるかなって思ってたんですけれども、まあ、悔しいということで次からは、まあ、シャチの大祭典という、まあ、名古屋グランパスが結構もう大々的にやってるイベントが3試合続くのでホームは去年は確か大祭典は負けなしだった気がするので今年もヴェ、えー、ルディと広島と、えー 新潟かな今日で結構多分名古屋がガクンと順位が落ちてしまったような気がするので多分どのチームも上にいるような気がするんですけど負けないようにそして勝てるように勝ち点3をここで積み重ねられるように頑張ってほしいなと思います。今日はカカラララココンンでですよく分かりましたねこれ結構めっちゃナチュラルカラコンなので全然そう あ、グランパスブロス買ってくれたのありがとう今日はお弁当はなかったんですけど <laughs> 差し入れうまうまでしたガノ <laughs> レンさん男性のサイズもたくさんあることってそれなメンズもいっぱい取り揃えてますから皆さんマジでゲットしてほしい今日パパサーさんが買いに行ってました あポイントカード返してもらうのなそうなんですよ川崎さん勝ってましたからね今日今日は鹿島さん川崎さんが勝ってましたね結構ボロ勝ちしてましたね ポイント減ってたり減ってたらマジで許さないけどね <laughs> 許さないけどねねまたメンズ用のコーデも紹介できたらいいなと思います、ね、提案してみますね 関東にも、ね、進出して欲してよねああもうゼロになってたら結構ブチギレちゃいますけどね結構貯めてるんですけど忙しいの続きそう明日は休みですイエーイ嬉しいあの久しぶりに何も考えずに寝れる日なんですよ何時まで寝れるかチャレンジしようかな お仕事皆さんは頑張ってくださいファイティングそうウェルディ対広島がね雨の影響かな開始が多分遅れていたみたいですねポイント期限切れポイントは毎月2月の21に切れるそうなのでそこまでに使いましょうね 最低限の私生活の中に、中ちゃんの排出ミルが含まれています。健康で文化的な中ちゃんを軸に置いた最低限の生活ってことですかあ、見てください。今、私の充電が中見えです。あ、見えない。中見えです。私のモバイルバッテリーです。 黒田坂の藤吉さんと中坂がえ全然似てないですボブが一緒なことくらい藤吉かりんさん可愛いですよねこう大好き明日はパチパチパンチの日なのでぜひパンチングマシーンをパンチングマシーンって今普通のゲーセンにあるんですかなんかあんまゲーセンでミンクないあ毎月じゃないね毎年だね やっぱ配信はみんなの活力ってことですねじゃあ皆さん中坂に感謝して一緒に踊りましょうそう明日一宮にはい、いないと思いますよ あの編み物が完成しないと家から出してもらえないので <laughs> <laughs> えへへへへへへあライフライン大事ですねあの止まったら困るもの入りますね水道とガスと電気と中さってこと <laughs> そう ありがとうこちらこそありがとうまたインスタと X で皆さんの裏書きとかについて募集しますそうなんかでも今日ちょっと配信遅れたじゃないですか編み物めっちゃ頑張ってたらもう10時過ぎてて「はあ!」ってなったんですよ今日は絶対ショールーム終わった後に編み物するんだって決めてるんで 今日は夜更かしして明日いつまで寝れるかチャレンジしてまた編み物をやる大丈夫いつまで寝れるかチャレンジしてもどうせ10時前には起きる遅いけど <laughs> そうチキには書けないみたいなので今回はサイン会だけなんですけど12日の声当たりましたじゃあみくるさん 大お祝い会なのでみくるさんのサインってねちゃんとサイン会とチキ会を見た後で抽選会見ますありがとうなんかさこう何秒何秒何々さんとかやりたいんだけどそんな余裕もないから今やってるからごめんね <laughs> そうなのいや眠くなる けどなんか今ドラマ見ながらやってるんですけどいいですねドラマ見ながらだと手がはかどります一生懸命探しましたありがとうでもすごい楽しかったサイン会も抽選会もあの手機会も でもあの栄賞以外の景品はほとんど全てもう完成していてもう提出済みです自販機当たったおめでとうじゃん <laughs> まだこいつがある見てる <laughs> あ涼しくなってきたうれしい さつまいものさつまいもタイムやりたいのティックトックででもあれ知ってる人がいなくて皆さんはさつまいもタイム知ってますかさつまいもタイムはいつ始まりますかみたいなもうすぐ始まるよわー楽しみだーみたいなこの瞬間を待っていましたさつまいもさつまいもさつまいも も「わ来年も楽しみにしています」みたいなやつマジで TikTok で見てほしい TikTok でさつまいもタイムって調べたら出てくるからもうぜひ調べてみて <laughs> 握手会は完売したようですよあ,ありがとうございます嬉しいです 早く皆さんとにぎにぎ潰し合いお手手潰し合いしたい <laughs> 年一なの年一のさつまいもタイムなの元ネタはなんか顔がこうまんまるのでかい人です <laughs> 潰され合いかもしれない私の方が弱いかもしれないみんなのお手手より握力は意外とないんでねそう,そうなのあ、すごい早く、早くやってくれてる人がいる 報道が早い、素晴らしいですね。にぎ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 ,にぎにぎとにじにじ似てるね。<laughs> 何の話やねん <laughs>。にじにじかわちぃの。この前久しぶりにココハちゃんに会ったらなんかすごいギャルみたいになってて可愛かった。ねもうココハって呼びたいんだよねココハちゃんを。頑張ろう。 芋の話をする季節になりましたよ立春いいですね立春芋の季節か芋といえば昨日じゃがいもを食べましたじゃがいもはさすがにピーラーで剥く人ですでもじゃがいもの芽は包丁の柄で取りたいタイプです タイムめっちゃ楽しそうじゃないですかさつまいもさつまいも一周か瞬か秋冬だもんねそう見事にらめっこ出てるそうなのそうなのありがとね らめっこしてくれて <laughs> 今日のグランパスについてひと言まあさっきも喋ったんですけど非常に悔しい敗戦でしたあのグランパスの話じゃないんですけどこれ京都ン賀の話なんですけど多分新加入の選手がすごいご活躍されたと思うんですけどまあもちろんもともと京都にいた選手も活躍されていたとは思うんですけれどもねあの 今日の3失点はすべてヘディングによる失点だったんですけどまあいいクロスが入るまあいいセットプレーが起きるそしていいクロスに合わせるいいストライカーがい,いるというかもうかボールを収める力というかもう絶対に絶対に打ちにくる頭があって素晴らしいなって思いました。とても羨ましい。ともうなんか 結構本当にうおーっていうクロスが入るんですよ。なんかこうパーンっていうクロスじゃなくてなんかもっとやらしい「ウォー」みたいなのとかめっちゃ速いクロスとか入るんですよだからもうあいいいなって思いましたねでもコンサドーレも今日マリノスに負けたか引き分けかだったんですけど。 あのマリノス相手に3人だったんですごいなって思いましたけどね、まあ、結構コンサドーレとガチガチに補強してますから降格免れなければならないので結構怖い相手だなと思いながらもうなんか本当と誘致のこと言ってられないとりあえずもう残留してくださいって感じなんで名古屋はもう。 頑張ってほしい、んとにとにかく <laughs> そう,そう、まあ、岐阜も8月31日に松本山賀戦に行くのですごく楽しみですね松本山賀がめっちゃ結構好きなチームなので <laughs> はい見れて普通に嬉しい <laughs> 突然ですが、さつまいもとじゃがいもどっちが好きですか？せーのさつまいもです。なぜなら中坂さんは欲しいモモンだからです。復帰で蘇りました。いやいいですね。名古屋は結局補強は1？一人カムバック一人なので、まあ去年は結構がっちり補強したんですよ。夏にね。 広島から森島選手、藤枝から久保選手、北海道から中島選手、かな結構補強したんですけど、ちょっと今年は鳥栖の菊池選手で、で今日も出場できなかったので、退場とかもあったのでね、また見たいなって思います。 じゃがいもって言ってしまったということで私はさつまいも欲しいもんですみりちゃん絶対忘れているよねあ,あ記念品ですよね記念品忘れてないよ忘れてないよもうちょっと待って <laughs> もうちょっと待ってください ありがとうございます、ね、記念編もごめんなさいね遅くなってしまってシャチもなかさんがスイートポテトっぽい新商品出しそうな気がするでもなんかスイートポテトみたいななかったでしたっけ毎年なかったっけ <laughs> 勘違いかな私の <laughs>。 よね私もなんか去年食べたような気がするでもなんか暑いですよねさつまいも大好き人間的には本当に最高栗あんは実質秋メニューえ隠れ秋メニューってたくさんあるんですよまあこれが秋という概念になっていいか分かんないけどかぼちゃプリンとかあったりしますしあの栗が入ってるこうロールケーキみたいなのもありますし なんか結構秋の味覚だなって思うものが意外と定番メニューにあったりするので結構私好きですね早く秋来ないかな全然まだ九州醤油ポテチ食べてないし冬ちゃんにどっちも1個ずつあげたくるみんにもじ上がりこあげただから中坂の家からは結構なくなってるんだけど食べてはないまだ みゆ食べたこと全然なくて分かんないんですよね羊羹そうなのそうなのクリキントンの季節だねクリキントンの季節ですねまだ早いけどねまだ8月頭ですからういろうも好きですよ 旅館は名古屋にあるんですけど全然食べないだけです私が <laughs>。いいですね皆さんがそうシャチモナカさんを食べてくれてご家族や友達に布教してくれてもっともっと全国で有名なお土産になりたい。 名古屋来たらで名古屋来たらみんな何買うの逆にシャチモナカ以外だったら名古屋んとかですか名古屋ん食べたことないかも逆にでもおじいちゃんがすっごい好きだからよく買いますね何だろうなゆかりとか万格のゆかりとかは食べますね私も渋くておいしい 確かに青柳ーオースウうロー美味しいですねカエルまんじゅうあっかまんじゅう確かに人気ですよねなぜか赤服赤服は名古屋じゃない実は <laughs> ドテニのパック、まあ、確かにこうお菓子だけじゃないですかねお土産なんて私もいとこがよくつけてみそかけてみそ買ってきてって言いますねそうそう赤服買っちゃう方多いですね あせんなりねはい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 ソースシュガーバターサンドの抹茶味か赤服買ってたシュガーバターサンドって東京のお土産じゃないの小倉トーストラングド社有名だよね確かにケロトッツォいいねケロトッツォ名古屋ってどこでもスーパー売ってない売ってますおじいちゃんはもう超名古屋ん大好きだからいつも買ってってあげるじゃがりこ手羽先味春も美味しいよね ここ最近はシャチもなんか一択、以前はマンゴーウイロ赤服はお伊勢さんですよ。そうですよね。ケロトッツをたまに買って帰る。名古屋フランス。でも名古屋フランス結構ね、気になってる。なんか。団子みたいな、餅みたいなのが入ってるやつ、気になってるんだけど。この前い、いとこに買って帰りました。多分。 シチモナカさんのお品書きを一番食べていると自負してますおお素晴らしいあシルコサンドねはいはいはい味仙の台湾ラーメンのカップ麺はい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 あ清め餅も美味しいね確かに小倉トーストのラングドシャ有名ですねゆかりきしめん実はレモンケーキが一番多いかもレモンケーキ美味しいよね生シルコサンド相手のピオリンピオリン結構難易度高いじゃん 安永餅,安永餅あれ名古屋なんだ <laughs> あんまきねあんまき美味しいよねぴよりんはあの根性で買うんですパパ坂さんはぴよりん買うの上手です <laughs> シルコサンドゆかり一択もはやお土産なんて買わないありますよねそういう時手羽先味のじゃがびャガビシチモナカさんに食いだってかモナカが好きになりましたあ嬉しいです テンムスいいねコンパルのサンドイッチみビなえ天サンドが好きエビ天じゃないエビフライサンドが一番好きクリキンとも岐阜だけど <laughs> ウイローダンスですウィーやウイローそうそう砂川町もやっぱ三重ですよねやっぱそんな気がしました質問なんか一択です 買うのに上手とかあるいや私結構ぴより並んでて売り切れて買えなかったこと何度かあるんですけどパパ坂さんは絶対に買って帰ってきます何でなんですか並ぶタイミングがいいんですかねそうそうおにまんじ美味おいしいですねでも大本は実は名古屋じゃないらしいお色 <laughs> 好きなので自分用に買いますいいですねシルコサンド普通に 新潟のスーパーパにあったりするえー、すごいコアコアやばい懐かしいヨーグルト愛知ヨークですねいや私たちの私たちのっていうか私の中の青柳さんは「みあう色」「ドゥルドゥルドゥッドゥ」「白黒マ。 あかりに桜名古屋名物青柳ういろうですこれうちのうちの青柳ういろうやから米田のお豆美味しいよね。 そうです、マンゴーオイルをコラボしてたところシルコサンドは美味しいね止まらないあれ天むすも実は三重発祥だねありますよねやっぱよくよくありますよねそういうのそうあそうこっち新しめのウィアウィローですローカル CM ですけれど <laughs> 名古屋のローカル CM は青柳ウイロウとカエルまんじゅうとカツメイ茶とデータラぼっちですあつけてみそかけてみそもかつけてみそかけてみそおでんにみそかつつけてみそかけてみそ お豆腐焼き茄子つけて味噌かけて味噌ヤマサのつけて味噌かけて味噌カエルまんじゅうもありますよヤマカイテヤマカイテイッキヒッてんてんおめめにこり笑ってカエルまんじゅう出来上がりいただきます青柳のカエルまんじゅう そうあすがき屋も確かに確かにリッパー団もローカルなのリッパー団は全国にないのデータラボッチはノリ,ノリえデータラボッチってさローカルじゃないのもうかーしもかあしデータラボッチというねあったのさみたいないただきまーすみたいな。<laughs> 欽ちゃんヌードルって全国じゃないんですか。知らないみんな。かつめ茶、これがなくっちゃ。これがなくっちゃ。これがなくっちゃ。これがなくちゃ。これがなくちゃ。やっぱりウィルに。かつめ茶、かかつめ茶。そうそう。 逆に目近藤さんこう見たことないのリアタイでカツメ茶ちゃはローカルですえー、地方のターンから名古屋のターンにするのスムーズすぎて感心する 名古屋のターンやばい名古屋のターンドローなんでも貸します今度お参考 <laughs> なんかさリズ,ムリズミカルな CM が多いよねローカル CM って 歌は知ってますリアタイで見たことないけどね生誕のディスプレイで近藤三幸さんにお世話になりますえそうなんだえー、でもなんか SKY も昔あの大富豪の100万円企画でさコスプレかなんかをさお借りしてなかったっけすごいそのイメージがあります 分かんないわ分かんない中ちゃんに教えてもらったリッパー団の CM は衝撃だっただってリッパー団ってなみんな、ね、全国に CM 流れてないのでも最近栄とかにあるからさみんな行くでしょリッパー団リッパー団リッパーリッパーリッパー団クレープクレープ牛のつく日はクレープの日クレープ食べようリッパー団 若者ちゃんもなんか CM ちゃんと見たことないみチュルチュルうまうまでしょチュルチュルうまうまは知ってるんよでもなんか CM はちゃんと見たことないラジオでやってるんだでも大好き若者ちゃんのカレーうどん バズらせますでもえー、そうなんだ時代の最最い感じた時代の最先端のしょ赤のれんのノアクラブでしょ間違いないね皆さん見てくれましたかもヤバトンは分かりますよ「あいつは突然やってくる」 何しろ突然やってくるそろそろヤバトンヤバトンってさあのフォルムなのにさ名前めっちゃ可愛いんだよ豚のブーちゃんみたいな名前だよね確か。 ヤバトンの CM 知らないのこう踏切越しにいるんですよブーちゃんに突然やってくるからねそろそろヤバトンだからこれこれこの味,味味噌かつヤバトンシャシャシャこれブーちゃん ヤバゾンです。かわちいでしょ。こう、こう、こうやって待ってるんだよ。こうやって。 突然やってくるーこうやって「そろそろヤバトン」ってちょっとアップになるのこれこれこの味,味味噌かつヤバトンって言うんですよ知ってますか皆さんブーちゃんをゃ今も豚好きです <laughs> やめてください初公開かなブーちゃんそんなことないよねそう ヤバトンです <laughs> でもヤバトンの公式 x 見たことありますかなんか最近結構ヤバトンのぶーちゃん結構活発なのであのー、ヤバ町のさ本店みたいなところにいたりするんですよそこ一つね常にすごいけどね え動きます動きますトントンとテキテキじゃないですトンちゃんとテキテキです豚好きキャラやめて大好きだから今でも友達です豚は。 これはブーちゃんですぶーちゃんは普通にヤバトンで変えますシャチモノカさんから近いかなでも30分くらい歩くんじゃないですか鼻がかゆい今日ずっと鼻かゆいのブーちゃんは2022年8月12日にも登場していますじゃあ2年ぶり約2年ぶりの登場ですイェイイェイイイ えそう耳折れてて可愛くない？ドスコイなの <laughs>。めっちゃちゃんとちゃんとしてるでしょ。なんか。外れる？いや違う。何これ。外れた。<laughs> 外れた。なんかかかってたんだね。 そうこの名前公式です広報部宣伝課長です課長です <laughs> そうそうなの可愛い,いでしょ のペットの名前がブーちゃんなんだへえー、管理職さんともしかしたらこうこ,この配信を見てくださった皆さんより役職が上かもしれません課長です <laughs> でも宣伝部の課長ってわけじゃないですかブーちゃんがだから部長もいるし社長もいるってこといやブーだからやっぱ部長が一番上か部長が一番上か部長は誰なんだろうねブー長なんかな <laughs> 寒くなってきただとボコボコにしますよ。 だから最近気づいたんですけどシャチモナカクズバーのカラーって青白オレンジだよねっていう青白オレンジだよねっていうね。 ブーチョー売り込もうブーチョーです <laughs> ね嬉しいなもしそうだとしたら嬉しいなわ <laughs> やっぱ青白オレンジを揃えて買いに行かなか気付いたらいちごとコーラ味が出ててめっちゃ美味しそうだった買いに行かなかやっぱ自分で買いに行かなか B 賞の時かまぼこ知らない人がざわついてて面白かったこれは絶対言おうって決めてたんで言えてよかった気になる方は是非えー、抽選会のアーカイブ見てください結構序盤です5回目くらいのくじで私も引きました B5 回は嘘かでも結構序盤で引いたよね パインとラ・フランスはす沢シリーズらしい決めてましたかわいそうにかまぼこよ武闘派じゃないです中坂はどちらかといえばか弱い派 ペットボトルの蓋とか開けられないタイプですだからか弱い 前髪切ったからめっちゃ綺麗だわ <laughs> そう赤坂は全然最近ガチでペットボトルの蓋開けられなくてなんか って頑張ってます眠るようです <laughs> 先日初めて知ったおしりさんのサイリウム美ちゃんとオレンジと黄色の違いそうなのだから鉄菜とか一緒になるといっぱいサイリウムになって幸せです <laughs> あいい時間ですね二23時になったら終わります じゃあ今から残り10分はみんながおもろい話するターンで目はみんなの話に相づちを打ちたいと思いますうん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 でーそうなんだ B のふた開けれない女子はぶってるんじゃないの ぶってる人もいるんですけど私は全然ぶってませんヤバトンの野球チームはブースターズえそうなの握力が強すぎてペットボトルを粉砕しちゃうから開けれないってことだよねそんなことないもん <laughs> 明日土日コエコキップが使えるそうだね8日だからね使っちゃってみてください 面白い話パンダパンダシャン今日はついにダウンして仕事を休みましたそういう日があってもいいじゃないこの暑さですからねバタンキューすることもありますおぎですかお題をどうぞ長坂美羽ちゃんが大遅刻起きて人を目に行った言葉は何時間がない青白レンジばかりだったよね皆さんのおかげですぶたないでください <laughs> 4時間以上残業に楽しい話がないなかちゃんの配信を見ているこの時間が楽しい時間じゃないか心からそう言えるもちろんナチュラルなんですねはいナチュラルナチュラルか弱いですなかちゃんはおしゃべりやろうのくせにおしゃべりやろうってなんやねん聞き上手でもあるよねおしゃべりやろうってないやねんやろうやめておしゃべりガールとかにしようくるみんは絶対お嬢様ですよね くるみんはバブですナちゃんは二本指で開けれます無理です <laughs> やってんなって言われてた気がする本当に <laughs> 藤吉かりんちゃんペットボトルの蓋開けられないらしいよ私も開けられませんねじ切るもの <laughs> 違います <laughs> 寝落ちしてたら中坂さんの大声で起きた私今大声なんて走ってました怖い怖いぶってるのもクバチぶってないよ蓋は口で開ける派開けてんってやる派ですまあ口でお願いしてるみたいなもんなので喋って口で開けてるみたいなもんなのですかねかのぶるたぶん開けれないのあれば余裕です口って <laughs> <う>寝よ 忘れて寝よう知らんのあ人ごと目が寝ようなのね忘れて寝ようって時間がないお母さんのせいだあいつは突然やってくるお母さん時を戻そうお母さんやばいコメントかぶりがすごい時間がない声先端でよかったねそうありがたいこと、ね、皆さん目立ってました下克上位 パパ坂が悪い <laughs> まあさかーと叫ぶお母さん何で起こしてくれなかったのか近いとマジでそう <laughs> おしゃべりは一人しておしゃべりは一人しない中ちゃんはバブの時はバブやったんやろ ででも中ちゃんんんのバブってんあんま可愛くないんですよ私の中でね、まあ、皆さんはすごい可愛いって言ってくださるから別に過去の自分を否定するわけではないんですけどあんまバブの頃が可愛いなと思ったことなくてなんかあんま過去の写真とか公開したくないの本当に可愛いと思ってないからマジでなんか純粋に見て可愛かった頃ってマジで小学校上がるまでだと思ってるあの頃に戻りたいですね そうそう大岡さんとでもおしゃべりできて嬉しかったですジャムの蓋とか開けないジャムを食べないからねそうそう バブはどのくらいまでの時なんか自分の顔を見てあバブい,いなぁと思いますよあの入りたての頃とかさすがにバブ、うん、なんか SK 入ってからはなんか別に赤入りはしてないと思ってるどちらかといえば可愛くなる方に向かって頑張ってるけどなんかまだまだ完全に赤抜けから抜けきれてない感じありますよねそうそう 右利きより左利きの方が力が入りやすくあ向き的にね確かにそうだよねなんか雑巾ってこうやって絞りにくいもんねこうやった方が絞りやすいもんね確かに確かになんかねちっちゃいなかちゃかちゃんはかわちいのよありがとうございます全部食べないですね ポテチの袋はもう全然「えい」で開けますよか「えい」で開けますそう大岡さんどんなことでも普通になんか久しぶりに普通に大岡さんと会ったから緊張しちゃったよねドキドキそう え、もっと可愛くなりたいもうまずはマジで顔顔を痩せたい顔痩せしたーいうんー <laughs> これやねオンラインいつも岡さんと一緒そうだっけ確かに同じこと多いかもしれないけど。 かなああ可いいと思ってないですよね思ってないですよね皆さんみんながなんか思ってない時のテンション分かるんですよ思ってる時のテンションも分かるけど思ってない時のテンンションも分かります私は皆さんのこう配信越しで見てる顔が見えるので分かっちゃいます 思ってるもん、かわいいよー、あ、思ってないです。<laughs> <laughs> 嘘嘘、思ってるよね、みんな思ってくれてるもんね、ありがとう。大好きチュッチュマンナヨ。じゃ、あ今からバレーボールのアタック練習します。は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 い。かまぼこも。 はい、トス、レシーブ、アタック、ブロックかわいいはい、セパタクロは <laughs> あー面白い <laughs> じゃあ今自分はどんな格好してるんでしょうピンポン、パパサガと同じ格好 パパ坂今日服着てたかな <laughs> パパ坂今日服着てた今日服着てた気がするんだよな今日着てた気がするパパ坂さんは今日服着て下はパンイチかな <laughs> ちょっと覚えてないです私も あさすがにそうすっぽんぽんではないですけどははいい上てなな時はありますねなんか腹筋割れてるとかなら全然いいんですけどねこうボヨンみたいなお腹をこう丸出しで生きてます <laughs> あ娘の前でもそうこれデフォなんで別に全然もう19年これで生きてしまっているからなんか。 え、正解なんですけどイエーイセパタクローセパタクローめ最近セパタクローしたいんだよねあ中坂はちゃんと服着てますちゃんと服着てますパパ坂さん結構軽いですけどね最近やつれたんで。 な二十三時なので終わります <laughs> 疲れてるのかということで <laughs> 疲れてません元気ですやっぱり今日カラコンのおかげで顔が変わっち今日はメイクしてもらいましたなんで目の上がすごいキラキラです 目だけ見ると超美少女なんですけど、で引きで見ても美少女だよー。終わります。もう結構限界を迎えている中指がもうもうやばいよね。結構やばい亀裂入ってるよね。カラコンウィンクサタあなたに特別なこの時。 終わりますキラキラ星さんマイクトートヨサギさん星リボンノムリネコさんハイビスカスえー帽子かぶってる男の子さんオンプハートハートブブグ,グ,グさんハーグーさんハートズナマンさんハートマキマキマッチワンちゃんさんマイクウサギウナギさんダルマバイクネコさんハイビスカスガロウさんハイビスカスクロミちゃんさんオンプ白のノホニョニさんハートモホモスさんマイクネギトロさんおもしれ女フィップヘッさんタランオンプえー、クロミちゃんさんハートハートワンチいちごワンちゃんいちごじゃないポテトワンちゃんさんポテトワンちゃんさん,ん,さんハート えー〜中坂さんハート、ウキーさんハート、だるま、おばけさんハート、あじさいにゃんにゃんさん結婚して、ウキイさんライフ、あじさいにゃにゃんさん結婚して、ウキイさんだるま、太鼓の達人さんハート、おばけさんハイビスカス、ウキイさんライフ、だるま、ブーブーグーグーさんハート、こじこじさんトートイン、ウキイさんライフ、だるま、えー、なみのよろすかさん、ブラーボー

うるせえ鳥さん、ハート、ハート。シルルルンさん、かわいい。こじこじさん、かわいい。うるせえ鳥さん、ハート、ハート、ハート。シルルルンさん、結婚して、ウキーさん、ライフ。うるせえ鳥さん、ハート、ハート、ハート。こじこじさん、いいね。ウキーさん、だるま。ウキーさん、だるま。え、こじこじさん、星リボン。うるせえ鳥さん、ハート、ハート。洗濯たののこさん、ハート。きらののさん、ハート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 、え、マイク持ってるののこさん、マイク。え、パンダさん、ハート。ぴぴぴぴぴさん、トランの、オンプルルルルルン、ネコさん、オンプー。シルル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 ンさん、オン、オ えー、メガネさんお花ルンルネコさんお花白のほにほにさんハートハートキーさんレインボーバレンタイン中坂さんオンプープン洗濯タの子さんマイクウサギの着ぐるみさんマイク白のほにほにさんハートチカさんハートトートトヨサギさんハート、えー、ノノさんハートハートルセイトイさんホシリボン洗濯タの子さんハートブブググさんハートハートマスクしてるクロミちゃんさんオンプープンウサミミさんウサミミ着ぐるみさんハート レインボーーーーカエルさささんんハハハトトトありがとうございます他にもギフト投げてくださった皆さん本当にありがとうございますいえーいありがとうということで今日も皆さんたくさんのギフトありがとうございますそしてあのー、ね今日もたくさんの方が見に来てくださって嬉しいです消えちゃったギフトもあると思うんですけれども今日も本当にありがとうございます それでは続きましてランキングを見たいと思います。今日の中身73位はででであんまんのアバターのマッピアさんです。ありがとうございます。イェーイ。ありがとう。うありがとう。そして狙ってくださった皆さん、推しい皆さんもありがとうございます。イェーイ。では続きまして20位から見たいと思います。いきます。 せーのせーのぽよんぽよんさん、さくらさくさん、なきがらさん、むめさん、まいにょーさん、のーらさん、エイジ1200さん、ありがとうございます。イーイということで今日の20から10の皆さん、ありがとうございます。13位、かずひろさんありがとうございます。ガロさん。12位、さっきりさんありがとうございます。みなさんにムーブ,ンブン、ムーサギ。ブンブン。 1一位、トヨヘさん、ありがとうございます。おきい、おきい、おきい。位、山田アールさん、ありがとうございます。どんぶり猫、にゃーん、にゃー位、黒猫山中さん、ありがとうございます。あじさい、にゃーん、にゃーん、にゃん。8位、北野イスケイ、カラッカラさん、ありがとうございます。波み飲ラスカル,ルルルルルル 七位スーパードライさんありがとうございますバイク猫ボン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 にゃー,ー6位福太郎さんありがとうございますネギトロヘイオモチきょうおいしいネギトロトークしました五位タケさんありがとうございます社交記録ドグドグドグ四位岩崎さんありがとうございますあっちこっちどっちなきさん

ということで、皆さん今日も配信を見てくださってありがとうございました。コメントしてくださった方、星ギフトを投げてくださった方もありがとうございました。もしよかったらメールブログのチェック、大富豪とショールームのほらー、t w i t とイ n s t a g r a m のホラ目黒のチェックよろしくお願いします。今日は、今日も一方的に私が話すことの方が多かったんですけど、後半は皆さんのお話に合図地を打てて、聞き上手な一面も見せちゃって、皆さんがときめいちゃったんじゃないかなって思いました。まあ、あの、今日も皆さんに名古屋のことを知っていただけて、すごいうれしかったです。明日は は夜配信だと思われます。また配信時間決まり次第お伝えします。今日も今日も今日こそ、今日こそ、今日こそ絶対にあの頑張りたいなと思いますので、皆さんも応援のほどよろしくお願いします。それでは終わりたいと思います。今日の三連単は？今日は7。なので738やな。738。イエーイ 8月初成功じゃない ?3 万 4?3 万5,000か3万4,000円目です。ブラボーということで5035盛り上がりありがとうございましたまた明日の配信も見てくださいよろしくお願いしますイエーイ今から見もの頑張りますでは終わりますせーのバイチャーじゃんけんポンあっち見て。 ほい今日の合言葉は「ブーちょ <laughs> バイバーイ。みなさんおやすみなさい。いい夢見るためにおまじないかけてあげるね。いい夢見ろよ。バイバーイ。<laughs> おやすみ。